はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、海究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記白の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、バイスケですね。ワンモアブーストフルスロットル、そして、デメージ期完全セーブスをつけてます。続いて金助ですね。金助は湧き上がる何も死ぬことはねえ先導やらせていただきましたーんをつけております。続いてシゲチーですね。三部図見してやる刃物師匠をつけてます。スタンバイはカメオですね。元旦見つけたぞ愛をつけてますということは、出ないということですね。育てるキャラですね。育成キャラです。そしてリンクスキルは、スピードワゴンですね、入れております。フレンドは金助を呼んでおります。では参ります。もうほとんどね、しげちの押し込み系というふうな感じになっております。これでどうだ、犬が倒れればそれでよし。そうですね、よかったです。さあ行きましょう。はい、倒せました。さあ今度は押し込みですね。押し込みはしげちで行きましょう。ちょうど弱点にね、いいところにいたのでしげちで行きましょう。はい、押し込みもできました。さあ今度は、ちゃんとできるかな。うん、やはり産物は乗っているとディメンションだけで倒せるようです。はい、それでは、行きましょう。ナイフがね、嫌な位置にいるんですが、嫌な位置にあるのはしょうがないので、うわ、嫌なのが増えております。嫌なのが増えております。これはどうしようもない、問題ですね。問題が発生しております。やはり倒しきれておりません。どうにかしたいところですが、これではどうにもならない、これではどうにもならないので、ちょっとフレンドに頼りましょう。フレンドさん頑張ってください。フレンドさんが全部ナイフを処理してくれてるかな。ナイフを処理してくれてるはずです。しかし死亡しておりますので、このまま身を守るとしましょう。フレンドさんありがとう。そして復活しました。そこでまたやられてしまう。そしてダイヤさんが攻撃をさらに仕掛けてくる。ダイヤさんでまた死亡。これはさすがにと思ったら大丈夫ですね。では金助、バイスケですね。バイスケで、回復しながら行きましょう。バイスケで回復はできそうですね。ダイス、できました。いやー辛かったですね。これは辛かった。さあ最終はね、もちろんしげちでアタックしておきます。しげちでアタックです。そしてゲージが足りないので、またもやエンドの金助さんに頑張って動いてもらいます。3ゲージまではいかなかった。3ゲージまでは遠かった。3ゲージまでは遠かったです。そして全員死亡するか。ギリギリ生き残っております。ギリギリ生き残っておりますが、これはゲージ使いそうですね。ゲージは使いたくないということで、また集めるために動きます。5ゲージまでいくか、まあそこまでは狙わなくていいでしょう。クレイジーダイヤモンド、はい、タルブラで動いてしまった。
そしてようやくパイスケの登場です。押し込んでおります。あともうちょっとでクリアです。おっとしげちがそんなところに行かないで、ゲージは十分溜まりました。しかし溜まりすぎたおかげで動いてきているのがいる。これは危ない。しかしおっとバイスケがやられてしまった。しげちさえ倒れなければ大丈夫なのですが、なんとかなっております。さあなんとかなっておりますので、このまま進んじゃいましょう。ということで、これで無事クリアすることができました。ちょっとねグダグダしたような感じですが、まあ終わりよければ全てよしということで、終わらせてもらいます。なんていい加減な攻略なんだ。はい、無事クリアすることができました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。白はね、なんだかんだ言ってこういう風な感じで倒せるような感じですね。はい。ありがとうございます。では、ラー様。